一方、日本の神話のヤマタのおろチには8つの頭があったと言われていますけれども、しかし、ヤマタという意味は8つのまたという意味です。つまり、頭と頭の間のまたが8つあったという意味です。ですから、漢字でヤマタのおろしと書きます。8つに分かれたた。 大蛇という意味ですなあち、ヤマタのオロチにもですね、9つの頭があったということになるのではないでしょうか。ここが今日の大変重要なポイントですから、もう一度復習します。ヤマタのオロチというのは、8つの股を持った大蛇という意味です。つまり、ヤマタのオロチも9つの 頭を持っていたということになるのではないでしょうか。ヤマタイコール8つの頭ではありません。日本ではヤマタイコール8つの頭と解釈して、ヤマタのオロチには8つの頭があったと言われていますけれども、実はヤマタのオロチもヒュドラと同じ9つの頭があったということに。 もう一度この図を見て考え直してみてください。ヤマタのオロチにはヒュドラと同じ9つの頭があったということになります。 This story is about Hydra in Japan or Yamata no Orochi in Greek mythology. Both stories are very much look alike or similar to each other over thousands of kilometers. Here in Japan, you see a very similar story of Hydra or a monstrous serpent with. Nine hits in Greek mythology. At to Yamata no Orochi, Wikipedia writes that Yamata no Orochi or Orochi translated as the eight forked serpent in English. Yamata no Orochi legends are originally recorded in two ancient texts about Japanese mythology and history. The six hundred eighty AD Kojiki transcribes this dragon's name as Yamatano Orochi and seven hundred and twenty AD Nihongi writes it as Yamatano Orochi. In both versions of the Orochi myth the Shinto storm god Susanoo or Susanoo is expelled from heaven for tricking his sister Amaterasu, the sun goddess. It is just a coincidence that both Hydra in Greek mythology and Yamata no Orochi in a Japanese legend are? So much similar to each other. 日本のヤマタのオロチ伝説とギリシャ神話のヒュドラ伝説はあまりにもよく似ています。それはただ単なる偶然なのでしょうか。広し林、浜松ハママシテジャパン。 イタリア在住のニコ・ジェラルドさんからこんなメールが届いています。日本にはヤマタノオロチ伝説というのがあるそうですね。その伝説は、ギリシャ神話の中のヒュドラと大変よく似ているのではないでしょうか。となると、日本のスサノオはヒュドラを倒したヘラクレスということに、 なるのではないでしょうかとで検証してみましたヒュドラ一般にはレルネアンヒュドラと言われているようですギリシャのレルナというところで現れたのでそのような名前で呼ばれていますでこのギリシャ神話の中に出てくる まあ、サーペント、ダイジャはですね、9つの頭を持っていたというのです。そして、その、レルネアンヒュードラをですね、あのヘラクレスが退治したというのです。それが、まあ、ギリシャ神話の中に残っているわけですね。で、9つの頭を持っている。日本のヤマタのオロチは、8つの 頭を持っている、これはただ単なる偶然の一致なのかということになるわけです。ところが後で一つの例を紹介しますけどもギリシャと日本とはいろいろな面で深く結びついています。左上がレルネアン・ヒュドラそして右下がヤマタノ・オロチです。 日本とギリシャの関係についてですけども大変興味深い事実がありますので紹介します。これは日本の埴輪です。皆さんご存知の埴輪ですね。この大腿部が異様に太い点に注意してください。私、林博士はこれを歩行補助装置と判断しました。左二つはハイヒール型、右の遮光器土偶は ローヒール型ということになります。縄文のヴィーナスもやはり歩行補助装置を身につけています。ハイヒール型ということになります。まあ、ハイヒール型かローヒール型の違いはありますけども、基本的なコンセプトは全く同じです。そして仮面の女神もやはり歩行補助装置を身につけています。ニワです。もう一度確認してください。こうして足を まあ、揃えて貼り付けてみますと、全く同じだということですね。そして、仮面の、まあ、女神も、やはり同じだということです。まあ、このように、コンセプトが共通しているということですね。まあ、歩行補助装置、神々の歩行補助装置については、別のところで証明しましたので、まあ、ここでは、日本の、まあ、土偶について、土偶と貼りについて、簡単に説明しておきます。つまり、このような、 歩行補助装置をつけていた。ということは、こうした歩行補助装置なしではですね、この地上を歩くことができなかったということです。そして上2つは、マルタ島で見つかった、まあ、像ということになります。で、これらの像も同じコンセプトで作られた歩行補助装置を身につけていると考えられます。注意深くご覧ください。大体部が異様に太く丸くなっています。 右二つは埴輪です。同じように作られているということですね。えつまり、マルタ島に現れたエイリアンも、そして日本に現れたエイリアンも、同じ歩行補助装置を身につけていたということになるのではないでしょうか。まあ、これは一つの例ですけども、このような形で日本とギリシャとは深くつながっています。特にマルタ島とは深くつながっています。 で、これは遮光器グムですけども、この遮光器土偶もですね、やはり歩行補助装置を身につけていたということになります。他にも日本の鳥とマルタ島のトリ,リスも大変よく似ています。いわゆるコンセプト、形、目的、意味がですね、大変よく似ているということです。まあ、それについては別のところで 詳しく説明しました。で、もう一度、マルタ島の、その、発掘物を見てください。byhamax999 さんからこの情報はいただきました。これらは、まあ、マルタ島で見つかった像ですね。大、え、理、ー、石像だと思われます。で、この像の足と、もう一度確認して、 いただきたいんですけども、日本のハニは土偶の像と足が大変よく似ているということです。共に歩行補助装置をつけていたと私、林博士は考えています。歩行補助装置です。ただ、先ほども言いましたように、ハイヒール型かローヒール型の違いはあります。このような形で、 ギリシャと日本はですね、大変、まあ、深くつながっているということになります。もう一度確認してください。埴輪はハイヒール型、射光機土偶はローヒール型ということになります。が、大体部の作り方は全く同じということになります。古代縄文人たちは見たものを正確に表現していたということになります。 もう一度確認してください。縄文のヴィーナスはハイヒール型。仮面の女神はローヒール型ということになります。埴輪はですね、ハイヒール型ということになります。が、しかし、その基本的なコンセプトは全く同じであるということですね。そして、左上のマルタ島で見つかったこの大理石像もやはり同じ歩行補助装置を身につけていたと、 考えられます。まあ、このような形で、ギリシャと日本は大変深く、まあ、深いつながりを持ってつながっているということになります。で、その中の一つが、例えば、神話ではないかと思うわけです。ヒュドラとヤマタのオロチ。ヤマタのオロチとヒュドラ。ということになります。 で、皆さんをレルナ,へ案内しますレルナというまあ神話に出てくる場所はですね地名として現在も残っていますそのレルナへ皆さんを案内しますギリシャですレルネアンヒュドラヒュドラつまり ヘラクレスに殺された9つの頭を持つ海蛇。ヘラクレスの2番目の仕事はレルネアンヒュドラを殺すことであった。レルナと呼ばれる場所の近くにある濁った水の中からヒュドラが出てきて、そしてその地方を恐怖に陥れていた。 九つの頭を持った怪物のような海蛇のヒュドラは毒液で攻撃した。この怪物は退治し難いものであった。というのも九つの頭のうち一つは不死であり、それゆえに破滅し難い相手であった。ヘラクレスは九つの頭を持った ヒュドラの脅威を取り除くために出発したが一人で出かけたわけではなかった信頼のおける甥のイオラウスが彼のそばにいたイオラウスというのはヘラクレスと共に12の仕事の多くに同行し数多くの冒険を一緒にした人物である。 イオラスというのは伝説によればオリンピックでの戦車レースで優勝したことがありそのためイオラスはしばしばヘラクレスの戦士として表現される最初にヘラクレスはトグロを巻いた化け物を炎の矢を射ることでその巣穴からおびき出した。 ヒュドラが現れるとヘラクレスはそれを捕まえたその怪物は簡単にはやっつけることができなかったというのも9つの頭のうち1つがヘラクレスの足に絡みヘラクレスをして逃げることができなくしてしまったからであるヘラクレスは彼の杖で ヒュドラの多くの頭を攻撃したが一つの頭を潰すとさらにその頭のところに2つの頭が現れたさらに悪いことにヒュドラには友達がいた巨大なカニでヘラクレスの動けなくなった足を噛み始めた 素早くその状況から逃れるためヘラクレスは彼の杖で叩きながらヨーラウスを呼んで助けを求めたその都度ヘラクレスはヒュドラの頭を叩き一方ヨーラウスは頭のない首にかがり火を押し付けたその炎王が 再び頭が出てくることを防いだそしてついにヘラクレスはその怪物に対して優勢になることができたヘラクレスが八つの頭を破壊した時不死であったもう一つの頭を切り落としたこのようにヘラクレスは レルナからエラウスに至る道の側にその切り落とした頭を埋めそしてその場所がよくわかるように大きな岩をその上に置いたヒュドラの残りの体についてはヘラクレスは死体を切り裂きその毒液の血の中に矢を浸した がユーリセウスはヘラクレスのこの仕事を評価しなかった。ユーリセウスはイオラウスがヘラクレスを助けたからできたのだと言ってヘラクレスの十の仕事の一つには数えなかった。こんな細かい取り決めは誰に対しても問題ではなかった。つまり 古代の作家たちはヘラクレスの偉業をたたえたたとえそうであってもパウサニアスもこのヘラクレスの仕事を神話で言うほどファンタスティックなものとは思っていなかった彼によればヒュドラといってもただの大きな海蛇にすいなかったのだ その場所には、網ネが大きな木となっており、人々が言うには、その下で海蛇のヒュドラが育ったということである。というのが、以上、ヒュドラ伝説の内容です。一方、日本のヤマタノオロチ、 伝説ですでこれが「ヤマタのオロチ」です。9つの頭を持ったヒュドラ、8つの頭を持ったヤマタのオロチ、9と8の違いはありますが、まあ、基本的には似たような姿の、まあ、大蛇であったということになります。まあ、話の内容はややと言いますか、 同じとは言えないほど、まあ、異なっているということですね。で一応、山田のオロチの伝説をここに示しておきますので、えどうかご覧になってください。 ユュドラとヤマタのオロチ。今も言いましたように、頭の数が9と8の違いはありますけども、偶然の1というふうにして、どこか片付けられない面があるわけですね。まあ、それについては、この動画の次に、えー、その動画を紹介しておきますが、先ほども言いましたように、ギリシャと日本とは、 大変深いつながりを持っているように私は判断しています。まあ、ともかくも結論を言いますと、ヒュドラとヤマタのオロチ。ヒュドラを退治したのがヘラクレス。ヤマタのオロチを退治したのがスサノオということになりますと、ヘラクレスイコールスサノオという、まあそういう考え方も生まれてくるということになります。 この結論は今しばらくペンディングということにさせてください。Bye for now.